皆さんこんこにちは田島大輔ですえ他の動画でですね抽象度の高いゴールを見つけていく、まあ、新たなゴールを見つけていくのに、うんまあ、雑誌を定期購読していく方法を紹介したんですね。でそれがまあナショナルジオグラフィックだったんですけれども、まあ、ナショナルジオグラフィックのテーマっていうのは、まあ、日頃多分、うん、普通に生活してるとなかなかこう考えないような、まあ、テーマでも地球で起きている切実な何かしらの 課題をテーマにまああの美しい写真とですねまあ分かりやすい、まあ、グラフィックあるいはなんかその解説とともに臨場感を持ってこう私たちになんかこう訴えかけていくあるいはうん私たちがにとって一人一人がこういったことをあの重要な情報としてこう伝えてくれるまあそういう雑誌なんですけれどもうんまあ そういったこう日頃ね考えないうん触れてない情報に触れることによってすことマが外れてすことマが外れた結果まあ新たなゴールが見えてくる可能性があるまあ例えばうんでしょうねまあこうこの後は北極まあ北極が今こうどん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 氷がこう溶けていくうん時期が長くなっていってまあそれがこういろんなその 生息している動物たちにも影響が、うん、及んでいってまあもちろんそのねそうすると人間はその動物を食べて生きてるんだとしたらそれも影響を受けるあるいはまあどん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 その動物たちが人間がと、まあ、生活している生活圏の方にこう移動してきていることによって人間ももちろん影響を受けているまあそういったことがこう 分かった時にじゃあ自分自身が北極が今そういう状況に対して、まあ、少しでもそういったことがこう、うん、遅れるまあその地球の温暖化に対して何かしらの自分がゴール設定してみる地球をのその、うん、温暖化のスピードをこうまあ緩めるっていうかね、まあ、あるいはもっと大胆に地球の温暖化を、まあ、ストップするような何かしらのゴール設定を自分でしてみる。 っていうふうにまあそのここで、うん、テーマになってるような記事からこう抽象度を上げていってで何かしらゴール設定をするっていう方法を紹介しましたでうんまあさらにですねまあ他のやり方を今日は紹介していきたいと思うんですけれどもまあ一つはえっ、ー、と純粋に、まあ、この情報から得た情報から自分自身があその問題は やはり、うん、自分事と,として解決したい問題として、うん、ゴール化していくっていうのがまず一つですよね。でもう一つは何かしら自分自身がゴールを持っているまあ皆さんゴールを持ってるわけです何かしら。それが抽象が高いか低いかあるいはバランスオイル的に言うとどの分野のゴールかわからないですけど何かしらのゴールはある。 それ、まあ例えば、ね、自分の年収を、ね、もっと上げたいとかいうゴールもファイナンスのゴールもあればね、うん、もっと、まあ、何かしらの抽象の高い、うんまあ、差別をなくしていくんだみたいなね、まあ、ゴールもあるだろうし、まあ、いろんなゴールをそれぞれ持っているじゃそういった時にそのゴールとこの新しく得た情報等を のの関係っていいものを考えててみほしいんです例えばね北極のことなんか自分今まで自分は全く無関心だった考え方考えたこともなかったあるいは,これは絶滅する動物たちっていうことを、まあ、テーマの号もあるんですけどそんなことを日頃考えたことなかったあるいは移民 世界中で今その移民の人たちがどういう状況に置かれているのかということを、まあ、地球規模でこう考えて今どういったエリアの人たちの移民が増えているのかとか日頃考えたことなかったまあ、そういったそこから直接的にゴール設定する移民の問題を解決するぞっていうゴール設定をするっていうやり方もあれば今何かしら皆さんが持ってるゴールとその、まあ、例えば今手,手元にあるのは移民の周りあれなので移民 とはどういう関係があるんだろうかと。もしかしたらいや全然関係ないと思うかもしれない。でそれは関係なく見えるのはそれぞれが別の、うん、ものに見えてしまうな。ある程度の低い抽象度で見ようと思うから関係ないのかもしれない。でも視点を上げていくとこの自分が持っているゴールと この情報とには何かしらの関係が見えてくるあるいは見えてく,れるくるところまで抽象度を上げていくことによってもともと持っているゴールがこの新たに得た情報を取り込んでこのゴール自体が更新されていくもともと持っていたゴールが 更新されていくあるいはその言葉自体は変わらないかもしれないけどその中身が変わっていくそういったこともこう一つ抽象度を上げていく上ではこうまあうんと取り組んだ方がいいこと抽象度は高いゴールを持ってたとしてもうんとそれで固定化させるっていうよりは新たな情報をとの関係性をその考えていくことによってこのゴール自身の抽象度を 上上げげてていいくく元ののールの抽象度を上げていくそれをどん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 こう取り込みながら元だから元のゴール自体は抽象度が低くかもしれないでもこれを取り込むこの情報を取り込んでこれを関係するものにし,していった時にこの抽象度がこう上がっていくでさらにまた違う情報が入っていくとそれも取り込んでいくとまたさらに上がっていくまたさらに 別のテーマが入ってくるとまたさらに上がってくるで今まで地球だったことが月になってくるん宇宙の情報も取り組んでいくとまたそれをゴールをどんどん上げていくことができる。だそういうふうに、うん、全くこのないとこからゴール化していくっていう方法もあれば今あるゴールに積極的にそれをこれらの情報を飲み込んでいくことによって その元のゴールというものをどんどん更新していくあるいはそのゴールの意味合いその中でそのゴールが想像するイマジネーションの世界を広げていく、まあ、そういったことも結局は新たな情報自分が今まで触れていない何かしらの日頃臨場感を持っていない情報を積極的に取り込もうと思うからこう上がっていく。 例えば抽象度上げるっていった時にですね。でも A と B っていう2つの情報があってその2つを含んだ何かっていうのは共通した何かとかねこれらの関係する何かしらのゴールっていう2つあった方が1個で上げていくより実は簡単なんですね。 で、上がっていかないっていうのは、もしかしたら情報が足りない。この単一的な、うん、情報しかない。まあ、情報はあるとしても、何かしらその、同じような情報しかないと、上げづらい。でも、全くそこに違うものが入ってくると、いや、これを取り込んで、それ、両方とも解決する。ゴールって何なんだろうかと。じゃあ、例えば自分の年収を上げたいと。 で,でも自分は絶滅する動物たちが今増えていってそれは人間のいろんなエゴによって増えていってる人間がどんどん地球環境を破壊していってるあるいは人間が密漁とかをしてどんどん絶滅していく動物が増えていってるってことを知ったじゃあやっぱりそういった絶滅する動物たちを減らしていきたいっていうゴールを。 まあ持ったとするじゃあ絶滅するゴールあの動物たちを減らすということで自分の年収をねこれにするまあ年収をこれにするっていうのはまあ多分ゴールではないんだと思うんですけど今ちょっと分かりやすいから言ってるだけですけどじゃあこれを包摂するゴールって何なんだろうかと直ちには出てこないかもしれないですねでも <coughs> もしかしたら うんとその年少こういうふうに自分がこういうふうにしていきたいっていったことが今現実になってないのは何かしらそういった違う情報が自分自身にないから何かすこと間があるからそうなってないわけですよね。だったらうんじゃあ絶滅するうん動物たちを減らしていく、ま。あ とということは、まあ、何かしら自分自身が、うん、とど動物たちをこう保護していく、うん、ための何かしらの活動を、まあ、自分自身の一つの仕事にしていこう新たな自分のビジネスとしてでもしかもそれは、うん、そのビジネスがそのまま地球の動物たちをの絶滅を防いでいくような。 でそういったことがそのままファイナンス活動にも何かしら影響を与えていて今までやっていたことをプラスそういったものがファイナンスとしてこう入ってくるかもしれないしあるいは今までのもう仕事を辞めてこっちの方がより事業性のあるよりファイナンスとしては得やすいかつ社会的にも大きな貢献ができるものなんじゃないかということでまあそのうん 自分のファイナンスを満たしかつ地球の何かしらの問題を、まあ、動物たちの絶滅するってことを解決できる、まあ、そういった何かしらの、まあ、それをゴールとした場合に何て表現するのかね、まあ、自分はあの絶滅する動物たちをなくすっていうゴールになるかもしれないもうその時には元の,その年収いくらっていうゴールよりもこっちの入ってきた情報を の表現ななってくるかもしれないけどでもそれは単に、えー、と絶滅するゴールをあの動物たちを減らすというだけではなくてもともとの持ってるゴールそれもまたウォントゥーなんであればそれも同時にうんなんだろうな満たしていく、まあ、そういったようなものとして取り組んでいけばそれが本当に自分事と,としてゴール化されていく自分が本当に取り組んでいきたい。 自分が臨場感を持って取り組んでいいくくべきゴールととしててなっていくと思うんですねですので皆さんの今あるゴールをとこれらこの関係そして関係あるものにするようにこう抽象度を上げていくどん,どん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 取り込んでいくどん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 新しい情報が来たらそれを取り込んでいくもし取り込めないとしたらまだそのゴールは抽象度が 低い可能性がある。抽象度が上がっていけば、それに包摂される。ものが含まれてくるわけですから。まだまだうんと。もし何か全然関係ないなと思ったら、このゴールがの抽象度がまだ低い可能性があるって、ともまあ、同時にチェックできるんじゃないかなと思います。ま是、あ、非どん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 新しい。そういう地球規模で起きている。何かしらの課題を自分自身の今あるゴールに取り込んでいくってことをまあ、こういった。 あの雑誌を使いながら取りあのやってみると非常に役に立つんじゃないかなと思います。